どうもおはようございます。今日もきっそりやってきました。本当はね、昨日の晩日本海の方にイカ釣り行く予定だったんですけども、ちょっとまあ天気が悪くて、風が吹く予報だったかな、流れたもんで、早起きしてきっそりです。さっきね、ちょっと三田の公園の前見に行ったんですけど、なんかえらい波が上がってきてて、ちょっと釣りしづらそうだったので、結局ここにやってきました。ちょっとやってみたいと思います。あれ?今満潮か?満潮、3時半満潮やで、もう下げ始めとるんやけどな。ちょっとたまに波が吹くんですね。まあ朝一はちょっと近いところから見ていきましょうか。やっぱりおるやん。当たったのにかかってないのと、海藻が、やっぱ海藻切れてないな。あかんやん。ちょっと海藻がまだ漂ってそうだから、多いところを見てみましょう。あ、遠くにはもうないな。あ、そう。じゃあもうちょい遠くで粘りますか。おかしいな、全然当たらんね。ダメだね。全滅かよ。なに全滅が出てきだした。移動しましょうか。移動しましょう。さっきまで、さっきまでってもうだいぶなるんだけど、いた千代崎が全く釣れなくて、おまけに藻だらけでどうしようもなかったもんで、ミダ見に行ってみてダメって言われて、磯山も藻の状況が変わらずで、川揚げを見たら、貝掘りの船が目の前で操業してて、結局ここまでやってきました。ちょっとやってみようと思います。参ったね。もうすでに7時20分や。ええやな。
まあ釣りしてる人に聞いたら当たらないわけじゃないって言ってたから、なかなか安定して釣れてこないね。練習の方が良かった言うとったな。そんなこと言わなくてもいいかな。なんじゃこら。もう恐ろしく小さいのが一匹釣れとる。奥におるね。あー、ようやくキスのあたりやね。1匹までが遠いこと。あった手返しの悪い釣りやな、これじゃな。まあまあええやん、一匹だけやけど。ちっこ。うわっちゃー、ちっちゃいな。しかもハゼや。まあ藻がなくてキスが釣れるだけよしですね。多い方が幾分マシやね。この黒色のちょっと向こう寄りやとええのがおるのかな。5色ぐらいになるとなんかピンばっかりやったな。わかないんやけどな、数が出ん。今日はなかなか厳しい釣りやな。また小さいな、これも。なあ、こんなんしかおらんな。これも小さい。やばい。うわ、メゴチがやってきた。うわ、メゴチ地獄になってきたね。メゴチの方がサイズがええな。当たらんくなってきたね。ちょっとね、さっきまでいたところも周りにも小さいのが多いのでやめようかなと思ったんですけど、ダメ元でちょっとここまで戻ってきてみました。もうちょいやって
まあ時間も時間だし餌ももうあんまりないからね、ちょっとだけ様子を見てダメなら終わりにします。案外ね、近いところに両方がいるなんてことがないかなと思ってきたんですけどね、ないかな。なんかね、朝はえらいうねりあったし、さっきも風ビュービューやったけど、ここはそんなことないな。むしろ風なさすぎて暑い。でもなんか魚っ気ないね。いや、おる。キスでしたね今の。サイズは一緒かもしらんけど、キスの当たりでしたよ。地下というあれ、さっき当たったのは何やったんや。あれたまたまか。今年は調子悪いな。物は試しで放り込んだらね、ポンポンと2つ来たから釣れるなんて思ったけど、たまたまみたいですね。まあ暑くなってきたし帰りましょうかね。